あなたの命を救うかもしれない銃の知識。すぐそこの角にどんな危険が潜んでいるかを察知するのは難しいですよね。時には命に関わるようなことだって起きるんです。自分の身にそのようなことが降りかからなければ良いけれど、なんて思ったりもしますが、いつ起きるともわからない危険に対して準備をしておくというのも一つの手です。ワニって殴ってもいいもの？雪が危険ってどういうことでしょう？この動画ではいつか使えるかもしれないサバイバルの知識を10ご紹介します。その1、携帯のバッテリーで火を起こす。文明から遠く離れた場所で遭難してしまったら、あなたのポケットの中身が火を起こしたり SOS を送る手助けになるかも。多くのスマートフォンやタブレット PC にはリチウム電池が使用されています。尖ったものでこのバッテリーに穴を開けると化学反応で火が起こります。でもちろん携帯が通じるかどうかをまず確認してくださいね。あとは十分な薪を事前に用意しておくことも忘れずに。その2、離岸流から逃れる。海では離岸流と呼ばれる危険な潮流があります。大抵の場合それは狭いエリアで起こる強い海流で、岸から沖の方へと流れるものです。離岸流は視覚的に見分けることが可能です。泥のような色で濁っていて、川のように連なる泡に注意してください。経験の浅いスイマーはこの流れに捕まってしまうと非常に危険です。なぜなら彼らは岸に早く上がろうと必死になるがために岸に向かって泳いでしまうからです。ですが岸に向かえば向かうほど沖へと流されてしまうことになります。正しい対処法は岸に対して斜めまたは平行に泳ぎ離岸流から抜け出すこと。離岸流には横幅があまりないため抜け出すにはさほど時間はかかりません。パニックには決して陥らないこと。そうすればホテルに帰って友達にこの体験談を話すことができますからね。その3、ワニから逃げる。ワニは陸の上でも水の中でも人よりも素早い動物です。ただしこれは直線の場合、彼らの短い足と長い胴体は方向転換をすることが非常に苦手です。またワニは視界から何度も消える獲物に対しては興味を失う傾向にあります。ですからワニに追われている時はジグザグに走って逃げるといいでしょう。できる限りたくさん方向転換すればワニはあなたへの興味をすぐに失ってくれるはずです。もしも川の中でワニに遭遇してしまったら、岸に逃げようとしてはいけません。間に合いませんからね。その代わりワニの目や鼻先を殴りましょう。運が良ければワニはひるんで逃げ出すかもしれません。運が良ければですけどね。その4、猛牛から逃げる。平地の真っ只中であなたに向かって猛牛が突進してきたら、パニックに陥って逃げてはいけません。そりゃ猛牛の方が断然足が速いですからね。その代わり身につけている何か、例えば帽子なんかを外して猛牛が近くにやってくるまで待ちます。そして十分に近づいた時、帽子を別の方向に投げます。これもまた運が良ければ猛牛は方向を変えてくれることでしょう。ちなみに帽子の色は関係ありません。牛が赤い色に興奮するというのは迷信。彼らは赤い色を判別することができません。彼らはあくまでも素早く動くものを追いかけているだけなんです。その後、クラゲに刺されたら。クラゲに刺されると神経性のショック状態やアレルギー反応、中毒症状を引き起こす恐れがあります。刺された時の処置の手順は、1、傷をすぐに洗い残った触手などを取り除きます。新たに刺されることを防ぐために素手で処置をしてはいけません。例えばクレジットカードなどでこそぎ落とすのは良い方法です。2、患部を塩水で洗います。真水で洗ってはいけません。クラゲの刺胞を活性化させてしまいます。3、毒素を取り除くには濃縮されたリンゴ酢やアルコールを使用してください。重曹の溶液も有効です。4、少なくとも30分
患部を湯につけます。5、十分な水分を取り医師に相談します。水はあなたの回復を早めてくれます。あとは医師が必要な薬を処方してくれます。その6、サバイバル3の法則。3の法則とは、特定の状況下で人が生存する平均時間を示すものです。空気のない状態または氷水の中の生存時間は3分、シェルターなしで3時間、氷水にいない限り、水なしで3日、シェルターありの場合、食料なしで3週間、シェルターと水あり、深刻な健康被害を受けていない場合。この法則はサバイバルに必要な優先順位を明らかにすることが大きなポイントになっています。例えば寒さに震えている時に食料を探し始めてはいけません。まず最初に解決するべき問題が低体温症の対策。それを怠ってしまえば食料の必要性もなくなってしまいますからね。その7、喉が渇いている時に雪を食べてはいけない。喉の渇きを潤すために雪を食べることがいい考えだと思っている人もいるでしょう。でも生存に関わる場面でこれをするのはよくありません。雪はあなたの体を急激に冷やしてしまうからです。余分なエネルギーを消耗し、凍死への時間が早まってしまいます。レスキュー隊の勧める方法は、雪を口に入れる前に溶かすこと。これならあなたの体の消耗を抑えてくれます。その8、油火災を消す。秒を争うのがコンロの上の鍋が炎上してしまった時、油の加熱によって火災が起こります。この火を消すにはコンロのスイッチを切り、鍋に蓋をして酸素の供給を断つことです。激しい炎が残った酸素をすぐに使い切り、やがて火が消えます。燃える油に水を注ぐことだけは絶対にしてはいけません。これは火をさらに大きく燃え上がらせ、油が四方八方に飛び散ってしまいます。それから鍋を持って移動することもしてはいけません。間違って油をこぼしてしまった場合、大やけどを負う危険があります。その9、傷口に接着剤。 DIY などをしていて手を切ってしまった場合、絆創膏がなければ瞬間接着剤を使用するのもいいでしょう。瞬間接着剤は紙などで切ってしまった傷の痛みを抑えるのに高い効果を発揮し、アルコールなどで消毒するまでの間、傷口を清潔に保つことに役立つと言われています。しかし深い傷に対しては有害物質の影響の恐れがあるため、使用をやめ医師に相談するようにしてください。その10、深い傷に刺さっているものを抜かない。多くの人が傷を負った時には刺さっているものを取り除き、すぐに傷口を洗わなくてはならないと信じています。ですがそれが間違っている場合も。もし傷が深い場合、刺さっているものを抜いてはいけません。その時の最善の方法は何もしないこと。傷に刺さったものの安定を保ち、専門の医師に取り除いてもらいましょう。勝手に抜いてしまうと出血を引き起こす恐れがあります。他の動画ではあまりこういうことは言いませんが、皆さんに今回ご紹介したものを使う日が訪れないことを祈っていますよ。安全にお過ごしください。他にもサバイバルの知識を持った人がいたらコメント欄で教えてくださいね。高評価ボタンをお忘れなく。ブライトサイドにチャンネル登録をお願いします。